はいどうも皆さんこんばんは、ホムドレです。はい、という感じで今回ですね、実況パワフルプロ野球パワープロの日ですね、ついに来ました。はい、826ですね。明日からですね、ついに開始ということなので、皆さんと情報をですね見ていけたらなと思います。はい、で初心者の方もですね、今パワープロアプリやってない方もですね、今始め時だと思うので、ぜひぜひパワープロアプリに触れてみてはいかがでしょうか。はい、という感じで情報を読んでいきましょう。まあ、ちょっとマウスがあるんですけどね。あ、マウス見えないようにするか。はい。で、まず、一つ目ですね。センス丸、確定ですね。選手を育成することができると。これですね、毎回イベントにあったんですけれども、なんとですね、今回はですね、センス丸がですね、2位で選べるようになりました。はい。今まではですね、センス丸が、必ず最初ですね、センス丸で選手を育成しなければいけなかったんですけれども、今回ですね、まあ、選手、スマルの、タイミングを選べるようになったので、まあ、最初ですね、思想デッキでやって、その後に、センスマルでガチ育成することができる。まあ、任意のタイミングでできるということになりましたね。まあ、これは非常にありがたいですね。しかも、天才ではなく、今回センスマルということなので、まあ、非常にいいのかなと思います。天才でもね、天才でもね、あんまり良くないんですよね、実際。はい。センス丸が取れなかったら、もうほぼ、盆栽みたいなもんになってしまうので、まあ今回は、はい、こういう任意のタイミングで選べるのは非常にいいのかなと思います。はい、次行きましょう。はい。で、次、スペシャルスクラッチくじですね。こちらの方は、まあ皆さん一人一人読んでいただければいいのかなと思います。画像を止めて、ぜひ読んでみてください。はい、では次行きます。はい、で、まあ、これも、あれかな。グルメですね。グルメキャンペーンとかも、まあ、皆さんぜひ読んでいただければいいかなと思います。まあまあまあ、そうですね。はい。では次いきます。はい、次。第1弾のその、他キャンペーンということですね。で、金の試合チケットの発生率がアップ。イベキャラの、強化大成功の確率がアップ。ログインでパワーストーン26個。で、まあ、サクピーが、減少といった感じで。本当にログインするだけで、パワーストーンがもらえるっていうのがあって、まあ、ガチャもですね、これで、石が足りない方はですね、まあ、このガチャを集めて引けるのではないかと思います。で、次元の、カロリーバーですね。これありがたいですね。まあ、カロリーバーは2回使えますからね。体力回復が2回使える。しかも99個ということで。で、しかも、サクピーが、消費 SP が、まあ、20になりますと。まあこれですね、毎回10があった気がするんだけどな、10になんなかったかと思ったんですけれども、まあこれで、多くの選手をですね、育成することができる。さらに厳選も行うことができるので、非常にいいのかなと。新キャラクターも出ますんでね、はい、この機会に、まあ、いっぱいやってみるのもありなのかと思いました。はい、では次行きましょう。はい、次、サクプレの、くじですね。はい、これガラガライベントですね。これですね、経験点が、1万ですね。セクション全部通して1万取れたら、このガチャガチャを引くことができます。まあ、非常に豪華で、ちょっとね、画像見えづらいんですけども、1等が、十文字の、ガチャ券、そして2等が SR ガチャ券、で3等が、ゲドウ君の銀、そして4等がパワーストーンとなっているんですけれども、まあ、非常に豪華ですよね。パワーストーンが必ず当たると。で、SR 大丈夫像や SR ガチャ券もゲットできます。はい。で、これですね、1等がね、変わるらしいんですよ。1等がですね、まあ変わるらしくて、で、1万点いったら1回回せるってことなんですけども、2万点いっても2回は回せません。1万点で1回回せる。で、新規勢の方とか、初めてすぐの方は5000ポイントで回せるらしいですね。でも、どのぐらいの期間の方かはよく分かっていないんですけども、とにかく、初心者の方とか、新規勢の方は、まあ、5000でですね、総経験点5000で回せるんで、まあ、5000はですね、正直、初心者の方でも普通にいける数値なので、まあ、ぜひぜひ、この機会にやってみてはいかがでしょうか。はい、では次いきます。次、パワプロの日、記念無料10連ガチャ。期間内にお一人様1回限り、PSR1 枚確定の無料10連ガチャを、引くことができますと。で、今回はですね、前回とかの826のキャラクターである、まあ、モネちゃんと、ツノリアと、そして、カレンちゃんですね。こちらのキャラクターを引くというか追加されていますと。いうことなので、まあ、このキャラクターたちを引けるという可能性は、多分、まあ、低いんですけれども、
ただまあこのキャラクターたちを引ければだいぶ美味しいかなと思います。まあでも環境的にはうんそうだな、カレンちゃん当たれば儲けもんかなという感じですね。うん、あとはまあ常設、強い常設キャラですね、まあ、そこら辺を引ければいいのかなと思います。まあでもねやっぱりそうですね、まあ、初期キャラとかは結構厳しいかな。怒りとか友沢の通常バージョン引いてもちょっとね美味しさがないのでね、うん、まあできれば最近のね、強いキャラ、新規キャラをですね、取得すればいいのかなと、はい、思います。で次、まあツイート2600件達成ということで、パワーストーンを、50個ですね、全員にプレゼントとありがとうございます。はい、まあなのでまあログインすれば、50個、10連分ですね、ガチャ10連分が手に入るということなのでね、まあまあやっぱり初心者の方とか、復帰勢の方とかはこのタイミングじゃないのかなと思います。はい、で次、新キャラクターですね。はい、こちら、本場あんこちゃんですね。これめちゃくちゃ強いんですよ。しかもアスレテース高校の適正教具が、スポーツクライミング、うん、これも強いですね。スポーツクライミングはできれば取っておきたい競技なんでね。で、野手だと重戦車かホームランボールで、まあ投手ではつかないですね。で、後ろですね、後ろイベントかで初の練習改革持ちと、はい、こういうイベントでですね、まあ、練習改革というこういうイベントを持っています。うん、でこちらのキャラクターはですね、毎日カレーで構わないさんという方がですね、書いた作品になります。まあ非常に可愛いですよね。で、力が強いキャラクターになっていますね。まあこのキャラクターのイベントとかもね、どういうイベントになるのかぜひ楽しみですね。まあこちらのキャラクターもできれば、キャラクター紹介動画などに、していければいいのかなと思います。はい、で、新要素ですね、練習改革。ちょっとね見づらいかと思うんですけども、練習改革を持つイベキャラをデッキにセットすると対象、改革対象の練習に追加で、能力の経験点が獲得できるということなんで、このあんこちゃんはですね筋力の、得意練習なんですよね。うん、なので今までですね、このキャラクターじゃないわ、筋力練習をしても敏捷ポイントが入んなかったと思うんですけども、なんとですねこの練習改革キャラが、いることに、デッキにいるだけでまあ、なんと敏捷ポイントが入ると筋力練習に、うん、いやすごいですよねこれ、マジかと思ったんですけども、これ半端ないんですよ。で、アスレテス高校で実際に映像があったんですけども、ジャベリン五十嵐が筋力練習にいて、でアンコちゃんが筋力練習でタッグをした時に敏捷経験点が254だったか、そんぐらい入ってたんですよ。なので敏捷ボーナスが高いキャラクターがこの筋力練習にいることによっておそらく敏捷、の経験点もアップすると。で、イベキャラも五十嵐は、あとホモテなんで、そうだな、やる気効果テーブルか、やる気テーブルなんで、まあ、それにさらに上乗せされた感じで強くなるという感じで、またねインフレの波が訪れそうですね。このキャラクターは非常に強そうです。はい、では次いきます。はい、次、選択ガチャ券の、種ですね、ガチャ券の、種の代わりに使用できると。種を育てて、種に応じた選択ガチャ券をゲットしよう。で、新アイテムピースですね、まあ、こちらがですね、まあ、どういうものになるんだろうなという感じなんですけれども、まあ、この選択ガチャ券の種、これがですね今回の目玉になるんじゃないかと思います。うん、でこの選択ガチャ券の種ですね、まあ、誰選べるのかですよね、問題は。これでなんかスバルとか選べてもね、もうはっきり言っていらないじゃないですか。だからね、やっぱり強いキャラクターをですね、できれば選ばせてほしいかなと、私的に思っております。うん。まあ、スバルくんじゃなくて、まあ、なんだろう、十文字とか、まあ、今のアスレテス高校だったりのキャラクターとか引ければですね、まあ、すごい美味しいのかなと、はい、思います。まあ、でも選択だからね、どうですかね、ちょっと、まだ予想できないんですけども、でも最初は弱いキャラなのかな、はい、という感じですね。まあ、ぜひぜひ、ここは期待ですね。期待したいですね。まあ、できれば常設キャラがいいですね。常設キャラ全部の中からとかだと、まあ、非常に美味しいんですけども。はい、では次いきます。次、H2 コラボですね。はい、H2 コラボで、飛距離さんの実装と、あと、名場面の、名場面が実装されるということですね。いや、これはですね、H2 ついに来ましたね。まあ、私はですね、H2 はですね、読んだ時あるんですけれども、まあ、そこまでですね、もう記憶がないんですよ。どんな話だったっけなと思いまして。はい。どっちかというとですね、タッチの方がですね、私は、印象深くて、ですね、まあ、新田の妹はどうしたんだとね、新田の妹を出さずに終わったのか、タッチはという感じですね。まあ、H2、うん、そうですね、まあ、アニメもやってるしな、H2 は。うん。まあ、確かにやり時なのかなと、はい、思います。うん。
まあ、とにかく H2 コラボが来たって感じですね。で、H2 コラボって確か、なんだろう、他の学校に入れなかった気がするんだよな。あの、コラボ学校に。コラボ学校に入れなかったと思うんで、もしかしたら H2 のね、高校が来るかもしれませんよね。まあ、そこは非常に楽しみですね。はい、では次いきます。あ、これ、イベキャラ紹介ですね。まあ、このキャラクターたちが、登場すると。うん。まあ、ここら辺、ちょっとね、時間がないので、はい、ちょっとスキップしますね。やばいな、10分超えちゃったな。次、新鉄仮面ですね。できれば8分以内に終わらせたかったんだけど。はい、で、新たな超特殊能力、新鉄仮面が追加ですね。はい、で、この期間中に追加と。で、これですね、まあ、この新鉄仮面を見たときに、まあ、とあるね、イベキャラが思い浮かぶんですよ。で、この新鉄仮面がこの間に追加されるということは、まあ、おそらく、あれ、こっち側、これパワープロキターか。あ、これ関係ないわ。ちょ、どれだっけな。あ、これですね、このアイラちゃんですね。うん、これですね、スタッフの特別選考賞というもので、このキャラクターがですね、選ばれるんですよ。聞くとアイラちゃん、あ、すいませんね、ちょっと画像が、ちょっともうちょい縮小しますか。はい、縮小します。あ、違うわ。こっちか。はい。縮小すると見れるかな。あー、ちょっと、あれか、上に行っちゃうか。あ、じゃあすいません、見れねえわ。見れないんで、これでいいや。はい。で、このアイラちゃんというキャラクターですね。はい。まあ、これですね、パワープロの、あのキャラクターの顔に紙を貼り付けてですね、あの口を表現するというキャラクターなんですけどもね、まあ、このキャラクター素顔はですね、あのポーオさんはですね、あ、ポーオさんっていう方が、このキャラクターを制作したんですけども、まあ、あの秘密らしいので、まあ、どういうですね素顔が描かれるのかと、うん、だからこれは公式の方にお任せするそうなので、まあ、実際にですね、笑顔が描かれるか、笑顔じゃないわ、表情がですね、素顔が描かれるかどうかはですね、まあ、非常に楽しみなところですね。どんな顔なのか、非常に気になるところです。まあ、おそらく美少女ですね。はい。で、次、パワープロキターですね。第1弾からのリツイートが5000件を超えると PSR ガチャ券1枚、そしてさらに、8260件を超えることで、プラチナの、きらめきがもらえると、まあ、このプラチナのきらめきっていうのはね、すごいいいアイテムなんですよ。うん。まあ、あの、覚醒っていう要素がありましてね、それで、あの、必ず成功できるっていう、サクスペ先行の、まあ、やつだったんですけども、ついにアプリにも来るという感じですね。はい、では次いきます。はい、次は、スペシャルスクラッチくじですね。はい、これですね、確かログインしてから、毎日もらえるんだったかな。うん。で、毎日もらえて、で、この、10人に826個、そして1等は150人、2等は、100人、50等が1000人で、4等が5万人ですね。で、5等は、全員に当たります。2個と。うん。いう感じですね。5等は 100% 当たって、10回目と20回目は必ず4等以上になるらしいです。うん。まあ、これ826個ね、当たったらすごい嬉しいですよね。もう金が浮きますからね。もうとにかく世の中は金なので、このですね、まあ、826個を当てることによって、あの皆さんのですね、必要な金を使わなくて済むという話なんですよね。だから、まあ、金のためにも826個はぜひあげたいという感じですね。で、あともちろん強い選手もね、強いベキャラも欲しいのでね、この826個はぜひ手に入れておきたいところです。では次いきます。はい、ついに来ましたね。ディズニーコラボですね。ミッキーマウス&フレンズと。もうこれは何なんでしょうか。ミッキーマウス&フレンズっていうのは、ミッキーのキャラクターなのかな。はい、っていう感じで、こんな感じになります。北摂高校の3人娘が、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルド・ダックをイメージしたコスチュームを着用して登場と。ミニーマウスが、リョーチン。そしてミッキーマウスが、発色ですね。で、発色で、ドナルド・ダックが、ミソノチカちゃんですね。うん。っていう感じになると。おおと。で、まさかミッキーとコラボすることになるとは、とですね。まあ、まさかだったんですけども、これすごいですね。これ、コナミね、一体いくら出したんだという感じですけども、ついにまあディズニーとコラボという感じですね。うん。ただですね、まあこのディズニーコラボっていうのがですね、まあなかなかですね、これあの、著作権上結構なかなか厳しいことがありまして、あの、もしですね、BGM とかがかかったら、多分ね、アウトじゃないかなって思うんですよね。昔ですね、キングダムハーツの実況した時があるんですけれども、その時にですね、まあ、ディズニー系の BGM が入ったら、動画がバンされたことがあるんで、バンっていうか動画が消されたことがあったんで、まあ、ちょっとですね、やはりディズニーはね、結構厳しいのでね、まあ、どうなるか、ちょっとわからないんですけれども、うん。
まあ、とにかくこのキャラクターたちが、まあ、なんだろう、着るのかな、多分この格好するのかな。でもすごいですね、ディズニーとパープルの融合とかなかなか見えないですよ。うん、これはすごいですね。もう私はですね、ディズニーとよりもキングダムハーツの方が好きなので、ディズニーは正直よくわからないんですけれども、まあこれは非常に楽しみですね。はい、という感じでした。いや、すごい喋ったな、もうこんな時間か。はい、という感じですね。うん、まあなので以上が情報ですね。うん、とにかく楽しみですね、非常に。はい、でこのあんこちゃんもですね、すごいね、おそらく、まあ、またインフレするんじゃないかと思いますんでね。まあ社長がいなくなるから、でも打撃がないからな、まあどうなるかちょっとわからないんですけども、うん、まあまた新たな立教ですね、まあ考えてみて、アスレティス高校とか、まあ他の高校でもしかしたら使えるかもしれないんで、条件をですね狙っていければいいのかなと思います。はい、じゃあ今回ですね、ちょっと長くなりすぎたんで、この辺で終了させていただきます。それでは皆さん、お疲れ様でした。さよなら。